日本大学から来ました沖です。よろしくお願いします。それではこちらの先ほどの、このページから、本日の講習資料のページを開いていただいて、私の講義はこちらの応用実践編というところになりますので、こちらをクリックしていただくと、この画面に行けるかと思います。で、この画面に行っていただいている間にですね、少し自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、私はですね、日本大学生物資源科学部、動物生態工学研究室というところから来ました、沖義直と言います。で、普段はですね、動物細胞を主に、使って仕事をしています。ネズミだとか、豚、最近は獣医の方からですね、犬の細胞も培養するようにということで、犬の細胞も扱っています。で、学生時代の時の研究なんですけれども、そこに研究テーマとして、脂肪から骨を作るっていう、何をやっているんだっていう感じのタイトルなんですけども、ということを、学生の時はやっていました。で、どういうことかというと、この一番左にあるこれ、つかないですね、これが脂肪組織なんですけど、脂肪組織って油が溜まっている細胞がですね、風船みたいな細胞がたくさんパンパンに組織の中を満たしているんですけれども、この脂肪組織をコラーゲナーゼと酵素でバラバラにして、この成熟脂肪細胞と油のたまった細胞だけをですね、取って培養するという技術がですね、私が学生時代に研究室に入った時にすでにそういう技術がありまして、もともとこの脂肪細胞の分化を研究していた研究室だったんですけれども、この脂肪細胞のこの分化ですね、油をためる過程の研究というのをですね、全駆脂肪細胞を使わなければいけないということで、メジャーなマウスの 3T3L1 という細胞株以外にですね、プライマリーの組織から取ってきた全駆脂肪細胞が、実験に使いたいということで、やってたんですけれども、脂肪組織はやはり組織なので、血管だったりとか、血管があれば内皮細胞も平滑筋細胞もありますし、神経細胞も混ざっていて、なかなか全駆脂肪細胞だけをピュアに取ってくることができないということで、こちらの成熟脂肪細胞だったらですね、培養液に浮きますので、こちらだったら単一な細胞、成熟脂肪細胞だけをピュアに取ってこれるだろうということで、こちらに注目しまして、培養液の中で浮いてしまうというこの性質を利用して天井培養という方法を、やっていました。で、これが培養するとどういうことが起こるかというと、油を溜めている細胞がですね、自身で油をこう分解していって、脂肪酸として培養液中に放出していって、この繊維が細胞用の細胞に戻るという、培養技術を、作りまして、その時に研究室の准教授だった先生が、特許を取得しました。で、こちらの細胞はその時まで全駆脂肪細胞として扱ってまして、今ここに脱分化脂肪細胞 DFAT っていう名前がついてるんですけど、当時はその全駆脂肪細胞として、こちらの細胞からまた脂肪細胞に戻るという研究に使っていました。ただこの脂肪から油が抜けた細胞に戻るということで、戻るっていうのはどこまで戻ってるんだということになりまして、細胞の分化の階層性でいうと、じゃあ寛容系の脂肪細胞なので近くの筋肉や骨の細胞になるんじゃないのかというところで、私は骨にするという研究を始めました。で、こちらが培養しているこのマウスの DFAT なんですけれども、これをレチノイン酸ビタミン A で誘導すると、こう青くなっているところがアルカリフォスファターゼという染色で染まっているんですけれども、全て骨芽細胞に分化することができると
でこれ骨の専門の先生にこのお話をしたところ、いやそんなはずはないじゃないかっていうふうに、まあ、本当だったら面白いよねっていうふうに言われまして、まあ、学生なんで面白いよねっていうところだけをつまんでちょっと喜んだんですけど、あの枕言葉に本当だったらっていうところは今思うとうんっていう、あのまあでも論文にしたので、ちゃんと認めていただいたと思うんですけれども、その時にじゃあどうなったらその骨として認めてくれますかっていうところで、まあ、オステオカルシンだとかちゃんとした特異的なタンパク質が出るというところと、あとは移植してあのちゃんと世界化するかを見たらどうだという話 でしかもあのこの宿主の細胞がなくてもですね、この移植した細胞だけで、カルシウムを貯めることができる、できなければいけないと言われて、この移植用にディフュージョンチャンバーというあの移植した細胞が外に出れないようにフィルターでくるんでしまう方法があるんですけれども、それをしてもちゃんと移植したそのディフュージョンチャンバーの中で、カルシウムをちゃんと沈着すると。この黒いところはフォンコッサーという染色で、黒いところはカルシウムです。でカウンター染色でライトグリーンで染まってるんですけども、脂肪から、一度体外培養を経て、骨に変えて骨芽細胞に変えて、移植して、カルシウムを沈着させるということができますというようなことを、やっていました。でさらにですね、その後あのこういうことであれば、まあ、脂肪からいろんなものができるんだったら、まあ、細胞治療とかですね、その再生医療に使えるんじゃないかということで、まあ、医学部の先生ともあの共同研究をするようになりまして、その後、まあ、心筋細胞だったりとかですね、骨下筋細胞、この辺の神経細胞とかですね、軟骨細胞とか他の、まあ、ちょっと私確認できた限りでこの数なんですけれども、他にももっと他の細胞も作られてはいるとは思うんですけれども、最近あの実際に、マウスで、骨髄損傷モデルを作って、この DFAT を移植してちゃんと歩けるようになったというようなことも、論文にされました。まあ、この DFAT はいろいろ慣れるということが分かったんですけれども、このもともと脂肪細胞を、先ほどのこの特殊な培養液ではなくてですね、実はこれ血清培地で、FBS が入っているだけの培養液に脂肪細胞に接着面を与えているだけの培養なんですけれども、その遺伝子導入とかですね、薬品だったりとかですね、特別なものを何か脂肪細胞に与えることなく自発的にこう脱分化させるという、ここの脱分化ってここじゃこれ何が起こってるんだっていうのが、我々興味を持ちまして、ただこれなかなか参考にできる論文がですねなくてですね、じゃあこれを説明するには、じゃあここで動いている遺伝子をもう全部見てしまおうかという時いうことに、当時なりまして、でじゃあそこで、どんな遺伝子が、ちょっと下の方になりますけども、どんな遺伝子が発現変動しているのか知りたいと。で、その遺伝子が何者なのか知りたい。あわよくばその公共のデータベースにある遺伝子発現データと比較したいというところをモチベーションとして、じゃ あのマイクロアレイを使って、大規模なそういう解析をしてみようではないかということになって、始めましたということでですね、私はあのこれまであの昨日からたくさんあのお話ししている講師の先生たちとはですね違いまして、あのウェブツールとかあのデータベースのその構築とか開発とかってのは一切やったことがなくてですね、あのこういうデータベースを使っている一ユーザーとして、今日はあのこういうふうに使えるんだという、実際に、データを取得して解析を してみるというところを、講習会の内容としてお話ししたいと思います。ではちょっと10分ぐらいちょっと長く話してしまったんですけれども、講習内容に入りたいと思います。概要はこちらに書かれている通りです。
まあ、先ほど の講習の内容と少し結構デイビッドとかはだいぶ重なっているんですけれども、今回はこのマイクラレーデータを、データベースから取得して、まずはその公共データベース、今回はゲオっていうところを使うんですけれども、そこからマイクラレーデータを検索して、でまた NCBI のサイトの Geo2R というこのツールを使って、実際にそのデータを解析する。でさらにその解析して抽出できた遺伝子のリストを使って、デイビッドで生物学的に、その遺伝子の機能を解釈する。で、4番目予備と書いてあるんですけれども、もし時間が許せればですね、その発現変動した遺伝子を制御する転写因子を予測するというツールの TFACTS というツールの使い方をご説明したいと思います。で、講習に際しての注意とお願いは、先ほどと一緒なんですけれども、今回講習の内容の、実習2と4が、かなり解析に時間がかかります。で、この人数でアクセスすると、アクセスを止められてしまうかもしれないので、実習2と4に関しては、ちょっと私と一緒に進めるという形にしてください。で、実習1と3に関してはもうできる方はどんどん先に進んでいただいて構いません。よろしいでしょうか。それでは、まず最初は、公共の遺伝子発現データベース NCBI ジンエクスプレッションオムニバスゲオの使い方について講習したいと思います。ゲオ、皆さん NCBI はパブメドとかでよく使われると思うんですけれども、ゲオお使いになったことある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。このゲオはですね、ここのちょっと URL 後でクリックしますけれども、 NCBI が提供維持管理している世界最大の遺伝子発現情報、主にマイクロアレイデータのデータベースです。で、自分の興味ある発現データセットや遺伝子プロファイル検索をすることができるだけでなく、それらの生データを自由にダウンロードすることが可能です。で、その下にゲオのエントリーについてとあるんですけれども、ゲオにはですね、そのそれぞれのデータに ID 番号が振られています。例えば、マイクロアレイのチップの種類ですと GPL、なんとかなんとか、また000とか、サンプルだと、GSM、そのサンプルは一つ一つの実験のデータなんですけれども、その一つの実験のデータをすべて、についている ID が GSE、 シリーズとして GSE という ID がついています。まあ、この辺をですね、覚えなくても解析できるんですけれども、ちょっと知っておくと、なるほどなというふうになりますので、ちょっと頭の隅に、置いといてもらえるといいと思います。それでは早速、この実習に入りたいと思います。上のこのゲオでもいいですし、下の URL でもいいので、新しいタブで開いていただくと、この画面が出るかと思います。で、こちら の講習資料は先ほどと同じようにですね、ずっと残していただいて、これを見ながら進めていきたいと思います。まず最初の、ページの右のブラウズコンテンツというところの、プラットフォームですね、こちらをクリックしていただくと、こういった画面に出ます。プラットフォームから今回は検索しますので、一番左のアクセッションというところに GPL、 例えば18807という、プラットフォームの ID がついています。で、そのどういった、プラットフォームとはどういったマイクロアレイのチップを使ったかということで、その
種類のタイトルが書かれています。そうしましたら、この右上のファインドプラットフォームというのをクリックしていただくと、このような窓が出ます。で、この資料にあります通り、マニファクチャーに、アフィメトリクス、今日の講習会では、アフィメトリクスのチップで、生物種は、ホモサピエンスを選択して、検索します。なのでこの通り、こちらに入れていただいて、で途中まで入れるとこういうふうに、下に出てきますので、それを押していただけるといいと思います。で、ホモサピエンスの方は2つ出てくるんですけれども、上を選択していただいて、で OK をします。ここまで大丈夫でしょうか。はい。で、そうしますと、この生物種のところですね、ここが、全てホモサピエンスになっています。大丈夫ですか。ちょっとここまでいけてないという方は手を挙げて、うまくいくとですね、486プラットフォームズというふうに、プラットフォームの数が出ていると思います。これが人の、アフィメトリクス社が作っている、マイクロアレイの種類ですね、の数だと思っていただければいいと思います。で、この列見出しなんですけれども、これクリックしていただくと相当できます。例えばサンプルをクリックするとですね、サンプルが2回クリックすると数が多い順に相当されます。このシリーズでも同じことですね。2回押すと相当されます。で、若干数が、資料と違うんですけれども、その辺はですね、データベースなので、登録されているデータ数が増えたというふうに思っていただければいいと思います。よろしいでしょうか。では次に、この資料通りですと、このシリーズの一番多い3903という今日の数字なんですけども、こちらをクリックしてください。大丈夫でしょうか。そうしますと、この画面がですね、プラットフォームの画面からシリーズの画面に変わりまして、一番左のアクセッションのところに GSE なんとかっていう番号が並ぶようになります。で、この上のフィルターというところにプラットフォーム GPL570 というふうについてますでしょうか。ちょっとさっき説明飛ばしちゃったんですけれども、この一番たくさんデータがあるこのチップがアフィメトリクスのヒューマンゲノム U133 プラス 2.0 アレイという、このチップ、ジーンチップが最もデータとサンプル数とシリーズの数が多いチップになります。で、そのプラットフォーム ID がこの570ですね。なのでこのシリーズの数を
押すと、この GPL570 のチップで実験されたデータのみがここに表示されています。で、上には3、この時は3855なんですけども、今日だと3903シリーズですね。シリーズで、相当してきていますので、フィルターしてますので、この数になっています。ここまでよろしいでしょうか。今のところ、人のアフィメトリクス、アフィメトリクス社で、人用のチップで、一番使われているものというふうなフィルターになっています。で、その中で今回はアルコール性肝炎に関するデータを検索します。上のこの search と書いてあるこの検索窓にアルコホリックヘパタイティスと入れていただくと、タイピングが面倒な時は文章をコピーしてペーストしていただければいいと思います。ここにで検索です。そうすると、都合よく一つだけヒットするんですけれども、で、こちらにですね、このタイトルの中に、ちゃんと検索した単語が入っているのが分かります。よろしいでしょうか。で、この GSE286199 というこのシリーズの ID をさらにクリックしていただくと、この内容の画面に飛びます。ここまでよろしいでしょうか。はい、ではですね、これはですね、一番上に、公開された日がまずありまして、でタイトルですね、先ほど検索の時も出てきましたけれども、タイトル、生物種で、実験タイプで、このデータの概要サマリーが、載っています。で今回のデータは、アルコール性肝炎の、患者のデータが、こちらに、登録されています。でざっと内容を簡単に説明しますと、このアルコール性肝炎はですね、ホルモンとかですね、薬剤でなかなかその多くの患者に効果が見られないということで、じゃあ実際にその健常者とアルコール性肝炎の患者の間で、この遺伝子プロファイルを比較して何か新しい治療のターゲットになるものはないのかというところを、このデータの、登録した人たちはその辺をモチベーションとして、今回実験を行っています。でその下に、デザインですね、これは実験のデザインで、肝炎の患者の、サンプルが N15、健常者が7というふうに書いてあります。でその下に、論文の ID がここにあるんですけれども、このデータを実際に使って書かれた論文がここに載ってます。でここをクリックしていただくと、実際に論文のページですね、パブメドのページに飛びます。でこのデータベースに載っているマイクロアレイデータっていうのは、結構この論文が載っているっていうのがですね、ちゃんとしたデータなんじゃないかなというふうに判断できる材料の一つだと思いますので、何かご自身の関連する研究に関連するデータを今後検索するときはですね、この辺も、見ておくと大丈夫そうかなというふうな指標で
使えると思います。で、プラットフォームは先ほどの GPL570 で、今回のシリーズはサンプルが22個あります。で、この、ここをクリックしていただくと、中のサンプルのデータのタイトルと ID がざっと出てきます。で、さらに下の方に行きまして、このダウンロードファミリーの中にシリーズマトリックスファイルズっていうのがあるんですけれども、こちらがですね、こちら のサンプルデータをすべて正規化したテキストファイルが用意されていますので、こちらからですね、こうクリックするとまだダウンロード始まらないんですけれども、ダウンロードのリンクが出てきますので、こんな感じですね。で、今日はちょっとダウンロードしないんですけれども、こちらからデータを取得することができます。で、さらにこちらのダウンロードのですね、HTTP って書いてあるところから生データですね、実験でマイクロアレイの解析の結果吐き出されたこのセルファイルがすべて一つのファイルとなってダウンロードできます。で、こちらも今日はダウンロードしないんですけれども、このここを押すともダウンロードは開始されると思います。で、いや全部のデータはいりませんという場合にはですね、このサンプル一つ一つをです、個別にダウンロードすることができます。例えばこの一番上の GSM709348 というものをクリックしますと、このサンプルのまた情報が画面で表示されます。で、タイトルが先ほどのサンプルのタイトルがついていまして、サンプルのタイプが RNA ですよと。で、肝臓のバイオプシーサンプルですというふうな形です。で、RNA なので、 RNA をどういうふうに抽出して準備したかということが書かれています。今回だとトライゾールで抽出して、バイオアナライザーですね、アジレントのバイオアナライザーでクオリティチェックをしているというデータになります。で、さらに下の方を見ていただくと、このようなテーブルが出てくるんですけれども、実際中身はこんな感じですよというのがですね、最初のところだけ表示されます。で、このログ2って書いてあるんですけど、対数で対数表示のデータとして正規化されていますよというのもここから分かります。で、一番下のここのダウンロードからこのサンプルだけのデータをダウンロードすることができます。はい、ここまでで何かちょっとわからないということがありましたらどうでしょうか。はい、では実習2の方に進みたいと思います。12のところに自分の研究テーマに近い、また興味あるマイクロアレイデータが利用可能か検索してみましょうというのはですね、先にどんどん進んだ方はやられているかもしれないんですけれども、今日は時間もありますので、ご自身の研究室に戻ってから挑戦していただきたいと思います。それでは2つ目、ゲオ 2R の、方に入りたいと思います。ゲオ 2R というのは、こちらも NCBI が提供しているマイクロアレイデータの解析ツールです。で、統計解析ソフト R を知っている方はどうでしょうか。いらっしゃいますか。あ、結構いるんですね。じゃあ実際に使われている方っていう、ありがとうございます。この R がですね、実は前には見えてないんですけれども、裏で R が動いているというようなツールになっています。で、ゲオに登録されているデータセットに限られるんですけれども、
このデータセットの中からそれぞれのサンプルデータを比較したいグループに分けて統計解析することによって発現に差がある遺伝子群のリストを取得することができるという解析ツールとなっています。それではまず1番ですけれども、先ほどまで見ていたですね、このゲオでのこの GSE28619 というページを残してある方はそのままそのページで進んでいくんですけれども、もう消してしまったという方はですね、こちらにそのページのリンクがありますので、ここからページをまた戻っていただければと思います。で、先ほどのページのここに GEO2R のリンクがあります。これシリーズすべてにこのリンクがついてまして、ここからですねリンク先に飛ぶと、あ、もうこれついちゃってますね。このような画面に出ると思います。ここまでは大丈夫でしょうか。リンク先がわからないという方いらっしゃいますか。はい、でまずですね、このグループ分けを、解析のためのグループにこのサンプルを分けたいと思います。でこのタイトルの、この列見出しをですね、こうクリックしていただくと、実はそれぞれ相当することができます。今回は非常にきれいなデータで、アクセッション番号とこの、サンプルグループがですねきれいに並んでいるので問題ないんですけれども、データによっては最初に表示されるのはこのアクセッション番号順なので、コントロール実験区、コントロール実験区とかこう、交互になっていたらですね、バラバラになっている場合はこの右のグループで、グループごとに並び替えると、扱いやすいと思います。で上にこのデファイングループというのがあります。こちらをクリックしていただくとこの窓が出ます。でこちらでグループの名前を決定してエンターキーを押すとグループができます。で今回はコントロールと、アルコール性肝炎のグループですので、それが分かるような名前であれば何でも構いません。資料のように全部打ってもらってもいいですし、例えばそうですね、コントロールなんで C とA とかっていうふうにしていただいても構いません。で、この作ったグループにサンプルを入れます。まずコントロールのサンプルを選択しますと、この黄色くなります。で、黄色くなった状態で C、まあ青い方ですね、押すと入ります。で左のこのグループのところですね、何もついてなかったところにこのグループの新しく作った名前が入っています。もう一つの方も同じように選択しまして入れます。そうするとこのようにですね、青と赤ですかねに、全てのサンプルが分かれます。で全部選択できていると右上に22ってなります。もしですね、選択ミスがあって入ってないものがあると、トータルで22なのに21しか選択していないというふうになります。でもしこれ間違えて違うグループに入れてしまったとかっていう場合はですね、それを押してキャンセルを押していただくとグループから出ますので、正しい方に入れていただくというふうなこともできます。ここまでよろしいでしょうか。
ゲオ 2R で作業するのはこれぐらいです。あとはもう解析ボタンを押すだけなんですけれども、ここまででちょっと追いついていないという方いらっしゃいますか。はい、ではもうこのサンプルを選択することはありませんので、このサンプルの画面を閉じていただくと、下まで一つの画面で見られるようになります。で、このトップ250を押さないでほしいんですけれども、これを押すと解析が始まってしまいます。でかなり長いです。昨日実は後ろの方でやってみたんですけれども、やっぱり3分ぐらい一人でやっててもかかってしまうので、今回はですね、私が前の方でデモンストレーションとして行いますので、皆さんはそれを見ていただければと思います。でその前にですね、解析をする前にこのバリューディストリビューションという項目がありまして、こちらをですね、こちらもちょっと時間かかるんですけれども、これはどういったものかと言いますと、今7番の結果待ちなんですけれども、今6番まで終わっています。そうするとね、そうするとですね、このような箱ひげ図が出ます。ボックスプロットというふうにも言われますけれども、この箱ひげ図でですね、実はこのサンプルがちゃんとしたデータなのかというのを確認することができます。だいたいこの、だいたい一緒というのは、人によって感覚があると思うんですけれども、これぐらいきれいに揃って今いれば解析しても大丈夫だなというふうな判断をしていいと思います。一つだけこうビッて大きかったりとかですね、全然こう値が外れているとかっていうデータがあると、それは結果に影響しますので、ここでそういうデータではないということを最初に確認しておくのが良いと思います。せっかく時間かけて解析してもですね、もうもともと箱ひげの段階で結構汚いデータだったのにっていうと後でがっかりしますので、どうでしょうか、そろそろ、あ、こっちじゃないです、あれあ、こっちですね、まだ出てないですね。はい、ではこれ出ました、あ、そうですか、じゃあ出ましたということで進みたいと思います。ここはそんなに解析としては重要ではなくてですね、出た後にこのエクスポートを押すと箱ひげ図の、内容ですね、数値値が、見ることができます。で、きれいな箱ひげ図だったので、実際に解析をします。で、解析をクリックしますと、じゃあこちらも箱ひげと同じぐらい時間がかかるので、実際に、もう解析し終わったページを作っておいたんですけれども、このようなページが出ます。で、ここのアジャスト P バリューがあるんですけども、この順番で並んでいます。やはり優位度が高い、優位である順番ですね、で並ぶ、まだ並んでいます。あ、はい、それですね、あ、もう出ます、あ、まだ出ないですね。はい、で資料の方を見ますと、この11番に、このそれぞれのですね、説明が書かれていますので、ここは読んでおいてください。でこの画面なんですけども、これ実は一つ一つがですね、相当はできないんですけれども、クリックするとその内容が、内容というかですね、このグラフが出ます。で、
こちらがコントロール群で、こちらがですね、アルコール性肝炎の群になります。で、最も優位であるというふうに、吐き出された遺伝子はこの AKR1B10 というアルドケト還元酵素の一つらしいんですけども、中のデータはこんな感じですよというのが見れます。で、2番目はですね、逆に、健常者の方で高い遺伝子というのが2番目に優位であるというふうに見ることができます。で、このログ FC って書いてあるところがあるんですけども、ここが実は発現差のですねところで、マイナスのデータだったりプラスのデータだったりするんですけれども、これ対数なので、2だったら4倍とかですね、3だったら8倍というふうに、この2の何乗というふうなデータでここに表示されています。で、ここのデータは、無視してですね、ここの P バリューで、この順番に並んでいますので、どちらが高いとか低いというのはですね、実は入れ子になってしまっている、バラバラですね、コントロールが低かったり高かったりというふうなデータが並んでいます。で、一番左がこれはマイクロアレイのプローブ ID です。で、そのプローブ ID に対してどういった遺伝子なのか、その遺伝子のタイトル、シンボルではない方ですね、の情報がついています。で、はい、ここのですねグラフの隣のサンプルバリューズを押しますと、これはすぐ、わりかしすぐ出るんですけれども、それぞれのサンプルの値がどうであったのかというのがですね、サンプル ID とそのサンプルのタイトルと値という形で表示されます。で、ここはですね、この表示されるカラムを変えたい場合に、今はですねこの並びになっているんですけども、ここを変えることができます。セレクトカラムズとかで押すとですね、どういうデータを表示するか、例えばジーン ID を追加したいとかですね、ジーンオトロジーの、先ほどのデイビッドで出てきた BP のタームですね、バイオロジカルプロセスのタームを追加したいとかいうふうなこともできます。例えばえ、資料通りで言うとこんな形なんですけども、これでセットっていうふうに押すと、もうできていますけども、一番、右にですね GO プロセスというカラムが追加されてまして、削除した T と B のこの列っていうのが消えてなくなっているということが分かります。で、このデータはですね、実はトップ250というふうになってるんですけれども、ここのセーブオールリザルツからですね、全部のデータを、取得することができます。で、これを押すとまた時間かかるので、作ってあるやつがあるんですけども、こんな形で表示されます。で、こちらのページをですねテキスト保存していただくと、後で、Excel だとか別なソフトで、開いて内容を確認することができます。で、真ん中にですねオプションというのがあるんですけども、こちらは、この解析をするときのですね、この例えば今回は、ベンジャミニ・ホッシューベルグという方法を使っているんですけれども、この優位差検定のところでどれを選択するかというのを選ぶことができます。で、この真ん中のところですね、今オートになっているんですけれども、
解析をするのにですね、対数に変えなければいけないので、それを対数に変換しますかというようなものです。まあ、基本オートでいいと思います。でこの右はですね、アノテーションですね。先ほどのここについているこのジーンシンボルとかタイトルをですね、この論文を投稿した人のものを使用するのか、それともあの NCBI のもので表示するのかというもので、こちらも NCBI があればそちらを選択してもらえればいいと思います。でこのもう一つ隣のこのタブなんですけれども、こちらはですね、あのここでマイクロアレイの ID を打つと、その ID の遺伝子の発現を見ることができます。で今回の今21番ですね、このアルデヒド脱水素酵素アイソザイムのプローブ ID 201425を入れてみます。あ、この作業はあの皆さんやっていただいて大丈夫です。あの青いボタンの作業以外はあのできます。はい、そうするとすぐですね、これも表示されてます。でこちらもこのサンプルバリューを押すと、中のデータを数値で表示できます。でこちらはですね、あの眺めるだけで特にその有意であるかとかどうかっていうのはですね、あの計算されていませんのでわからないんですけれども、あの元々のデータの中で自分の気になる遺伝子のプローブの発現値を見ることができるというようなツールになります。で、じゃあこのちょっとプローブ ID とあの遺伝子名があの資料に載ってるからって持ってきてしまったんですけども、じゃあどのプローブ、このプローブ ID が何の遺伝子なのかわからないよっていう時も、あの基本わからないんですけれども、ここの隣のビューデータ法 GPL570 のところにですね、あのそのアノテーションファイルが用意されています。でもこれクリックされるとですね、あのかなり重いファイルを読み出すことになりますので、ちょっと今やらないんですけれども、これはあのダウンロードしておいてもらうとですね、あの同じチップで解析されたデータとかにも使えると思います。はい、で、これはあの実習2の最後になるんですけれども、この一番右の R スクリプトというところを押すとですね、実は裏で R が動いていますというふうに最初お話ししたと思うんですけれども、R のどういうですねコマンドが実行されたのかというのがですね見ることができます。ちょっともうこの辺呪文みたいでわからないんですけれども、 R を使うとですね、あのいちいちこのウェブブラウザーで Geo2R を使わなくてもですね、生データを自分のパソコンにダウンロードして、で R で解析した方が実は自由度が高いので、あの R をお使いになっている方はですね、 R で解析することをお勧めします。ただこの R、 これちょっと見てるだけだとちょっと見るだけでしんどいじゃないですか。ちょっと敷居が高いと思いましたので、今回はあの Geo2R というツールをご紹介させていただいたんですけれども、この R ですね、この統合 TV の方にもこの導入編とかですね、あのこれを見ていただくと皆さんも R を使えるようになると思うんですけれども、あのこれを使っていただくと別のシリーズですね、今回はあの1人の実験者がここにアップしているデータの中で解析をするので、一つのシリーズの中でしか解析できなかったんですけれども、この人のデータと別な人のデータを正規化して比較したいという時はですね、あのこの Geo2R は対応していませんので、そういった時はあの R を自分のパソコンにインストールして使うのがいいと思います。
よろしいでしょうか。はい、じゃあここまでで、あのゲオ2あるまでで何か質問がある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか、ね、ちょっとあの私の方でですね解析をしてしまって、あのご自身でポチポチするというところができなかったのでちょっと残念なんですけれども、あのぜひあの研究室やあのラボにあの戻って、試してみていただければいいかなと思います。それでは、実習の3のデイビッドの、実習3ですねに移りたいと思います。先ほどのですね小野さんの講習でもデイビッドを使ったと思いますので、あのどういうツールなのかというのはもうあのお分かりいただけているかと思います。で、先ほどはあのアラビトプシス の, あのシロリズナズナの遺伝子リストを使ったんですけれども、今回は、一貫してですね、先ほどゲオ 2R で解析をしたデータを使ってデイビッドで解析をしたいと思います。で、あそこで吐き出されたデータからですね、あれ全部ゲオに投げてもダメなので、このマイクロアレイデータの準備サンプルデータとして、実習2で解析した遺伝子発現データの中で、この有意水準が 1% 未満かつ、2倍以上ですね発現差があった遺伝子リストというのをですね、健常者の方が優位に高い、アルコール性肝炎の患者の方が優位に高い遺伝子というふうにそれぞれリスト化しておりますので、今日はこちらを使用します。それでは先ほどの説明でコピペして解析するところまではいけると思いますので、5番まであのこの資料を見ながらやってみてください。で私もあの前であのやりますので、わからない方はあの画面を見ていていただければと思います。ちょっと重いですね。まだ5番まで、4番ですね、あのコピーペもしくはアップロードして、アフィメトリクスの ID を選択して、ジーンリストを選択してというところまで行っていない方はいらっしゃいますか。あ、
もしまだ4番まで行っていない方でちょっと困っているという方は手を挙げていただければ、スタッフの方に行っていただきますが、よろしいでしょうか。はい、それでですね、先ほどのとはちょっと違いまして、今回は、バックグラウンドをですね、種類のタイプを選択したいと思います。6番です。コントロールの方ですね、今回は遺伝子リストを入れた状態なんですけれども、このバックグラウンドっていうのがリストの隣にあると思います。でそちらをクリックしていただくと、今ホモサピエンスっていうところの表示が見れますでしょうか。でさあ、このデイビッドに用意されているバックグラウンドがこの下の方に並んでいます。今回はフィメトリックスの3プライム IVT バックグラウンズという中からですね、ずっと下の方に行っていただいて、ヒューマンゲノム U133 プラス2アレイ、今回ゲオでデータを探すときにですね、選択したマイクロアレイのチップなんですけども、それをチェックしていただくと、もうすぐにこちらにバックグラウンドというふうにして入るのが分かります。先ほどまではこのホモサピエンスってなってたんですけれども、今回は、使ったマイクロアレイチップがバックグラウンドになります。ここがうまくいかないという方いらっしゃいますか。はい、であとはですね、一緒です。バックグラウンドを指定しただけですので、同じようにですね、ファンクショナルアノーテーションチャートで見ていただければいいと思います。でジンオントロジー、先ほどFATの方のですね、を見ていただいたんですけども、今回の資料ではオールの方を見てます。これをクリックしていただくとですね、こういった画面が出ます。これも先ほどと一緒ですね。でもいろいろ興味があるところをポチポチ見ていただいていいと思うんですけれども、今回のデータは、アルコール性肝炎の患者と、健常者の肝臓の組織から取った RNA のデータです。発現差を、比較しまして、健常者の方が高い遺伝子の機能解析を行ったデータが今、前に表示されています。資料の方も、最初の方はそうなっています。多少順番がですね、資料の方と違うかもしれないんですけれども、内容を見ていただくとほとんど同じになっていると思います。前の画面ですとオキソアシッドメタボリックプロセスって書いてあるんですけれども、資料の方だとですね、カルボキリックアシッドメタボリックプロセスとちょっと順番が逆になってますけども、はい、でこれは BP ですね、バイオロジカルプロセスで、他もですねセルラーコンポーネント、モレキュラーファンクションといった順番で内容を見ていただければいいと思います。で、この表示画面で、じ
ゃあ実際にこの機能にですね入っている遺伝子を知りたいといった場合はですね、このタームの隣にこのバーが出てるんですけども、ここをクリックしますと、そのタームに、分けられた、そのタームに該当する遺伝子のリストが見れます。こう84あるので、かなりちょっと長いものなんですけれども、どうでしょうか。でですね、この最初のバイオロジカルプロセスを見ていただいたときに、最初のこのタームのところですね、ここの上の4つが右の方を見ていただくと、3つですかね、あのカウントのところにある数が全部84ってなっていて、その有意差もあんまり変わらないのがお分かりいただけるでしょうか。全部84個の遺伝子がこのタームにカウントされているんですけれども、これ実はこのタームは違うんですけど、中の遺伝子が一緒なんですね。ちょっとこの開けてみてもらえると分かるんですけど、これが一番上のタームの遺伝子のリストですね。でその次のタームのリストがこれで、じゃあ全く同じなんです。で別々のタームなんですけれども、そのタームに含まれる遺伝子がですね、同じ場合はこのようにですね、トップに並んで出てきてしまいます。なのでこの解析の結果のこのタームのところを見るだけではなくてですね、この辺の遺伝子の数パーセントも見ておくと、実はこの4つ違うタームが出てきているように見えるんですけれども、まあ、あの結果としてはそうなんですけれども、内容的には同じ遺伝子のことを見ているというふうに解釈できるわけです。はい、それではですね、まだ時間がありますので、もう一つのコントロールではない方ですね、 AH の方もデイビッドで解析をしてみてください。もう5分ぐらいですね、このデイビッドの解析をする時間に当てたいと思いますので、質問がある方とか、ちょっとこの画面見てもらえないかという方はですね、手を挙げていただければいきたいと思います。
話なんですけど、はい、このなんか GO の階層構造みたいなのを表示したりはできないですか。はい、ああ、この画面からはですね、ちょっと、はい、ないんですけど。こういうことではなくてですかね、この辺に実はこれあの別なサイトなんですけども、この、子どものタームとかですね、親のタームとかを見るサイトに飛ぶので、こちらで確認していただければ。はい、これはあの基本的にモデル生物だけですか、デビットって。はい、そうですね、自分で新しく読んだゲノムのとか、はい、ゲノムトランスクリプトのデータを解析できない。そうですね、今分かってるあの生物に限る。ありがとうございます。アップロードした遺伝子がもともとのそのこの用意されているあの遺伝子セットに含まれている割合ですね。はい、GO の中のジオタームスの中がどれくらいにマッチしているかってことなんですか。そうですね、今回のこのバックグラウンドデーの、はい、母数に対しての、ですね、そこに、入った遺伝子の数になります。なのでこのチャートをしていただくと、はい、これも全く同じでですね、ここもこのタームに該当する遺伝子がいくつかあって、その中に79個入ったっていうのが実は 8.1% だっていうような見方ですね。はい、はい、いや、他によろしいですか。もうちょっと聞いてもいいですか。はい、大丈夫です。例えばこの、そうですね、例えばこのくくりの中で、あとはじゃあこの中で特徴的に面白い遺伝子とかっていうのを一個一個自分で探していってっていうことは、はい、というのは、まあ、なんか例えば、まあ、はい、まあ、網羅的に検索してみて、はい、そうか、ここの画面ではどれぐらいのフォールドかっていうのは出てこないんですよね。はい、は、あ、どれぐらいのフォールドで上がってるかまでは出てこない。あ、そうですね、これはリストだけで、はい、まあ、エンリッチメント解析をするので、はい、そうですね、なので、もともと上がってきたって優位に上がってきたものだけのリストを入れてますので、はい、その時点でもうなんですかね、フィルターかかった状態の解析です。なるほど、了解しました。はい、なので、はい、もう一つのダウンの下がる方の遺伝子を、はい、まあ、入れていただいて、でアップとダウンで、はい、まあ、機能がどう違うのかって見ていただくと、はい、何が起こっているのかっていうのを解釈しやすいんじゃないかと思います。はい、質問なんですか。はい、今回このオールのチャート使ったわけですけど、はい、パッドとか他のやつってどういうふうに使い分けしたらいいんですか。ちょっとさっきの講習会でもあったんですけど、上に行くほどですね、意味が大きい、講義の意味なんです。例えばメタボリックプロセスって代謝ってでかいじゃないですか。でその中で脂質代謝とかアミノ酸代謝ってのはもっと小さい意味になりますよね。でそういう、まあ、階層構造がある中で、この数字が大きくなるほど、まあ、小さい狭い意味なもので解析をしていますって。結構大雑把に大雑把とか、そうですね、なんで階層に見えないですか。そうですね、ただそのこのデイビッドのスタッフが、まあ、勝手に言ってたあれですけど、こうじゃないのかっていう階層構造なので、オールだとそのジンオントロジーの全部で解析をしてます。でファットっていうのはその全部で解析すると、実はそのすごいバーが大きいやつがありますよね。大きな意味のやつには遺伝子がたくさん該当しやすいので、そこをキュレートした、もう少し分かりやすくしたものがファットっていう風なものになります。なのでデビットとしてはファットをおすすめしてますね。分かりました。はい、どうもありがとうございます。数が多いからといってピーチが、はい、
そろそろ5分経ちましたので、いろいろ解析していただいてありがとうございます。で、この出てきたデータはですね、実はこれをそのままダウンロードすることができます。右にダウンロードファイルというのがありますので、ここをクリックしますと、新しいタブにこういうデータが出ますので、これをテキストファイルで保存すると。で、ここにたくさんわって見えているのはですね、これ全部プローブの ID が出てます。で、84っていうさっき数があったのは84個のプローブの ID がここにバーって出てきてしまいます。で、実際にこれExcel とかで開くと、ここに出てるこのプローブ ID は全部一つのセルの中に入るので、そんなに今ほど見えづらくはないんですけれども、解析した、結果、ジンオントロジーのターム、そのタームに、該当した含まれた、プローブの数と、その実際入ったプローブと、あとは、それぞれの、有意差検定の結果というものが、テキストファイルで吐き出された状態になります。で、これちょっとさっき先に説明しちゃったんですけれども、この青いバーをですね、クリックしますと、プローブ ID とその ID の遺伝子名というものが見ることができます。これも右のダウンロードファイルからダウンロードすることが可能です。よろしいでしょうか。まあ、今回の結果ですと、このコントロールですね、健常者の方が高いという遺伝子に関してはですね、まあ、この辺の、有機酸とかオキソ酸とかカルボン酸ですね、あとはアルコール代謝とか肝臓の機能に関連しそうなタームがですね上がってくるのに対して、アルコール性の肝炎の、患者の方が高い遺伝子というのはですね、細胞接着とかですね、細胞外マトリックスとかコラーゲンとかいうようなタームが出てきます。まあ、こういったものを見て、上がってくるものと下がってくるものの遺伝子を比較して、そのアルコール性肝炎の患者 その肝臓の中ではどういった遺伝子の発現、どういった機能が動いているのか、どういったイベントが起こっているのかというのを解釈するということが、ただ遺伝子を眺めるよりもこのデイビッドを使うと解釈しやすくなる、解釈のお手伝いができるツールではないかと思います。で、ちょっとやってはないんですけれども、例えばここでセルラーコンポーネントの方で、例えばこのコラーゲンとかありますけど、実際にここのバーをクリックすると、そのコラーゲンの種類ですね、アルコール性肝炎の患者で上がってきてしまうコラーゲンの遺伝子の種類とかっていうのも、このバーをクリックすると分かります。はい。で、まあ、最後にデイビッドで得られた結果を踏まえ、健常者とアルコール性肝炎患者の肝臓ではどのような違いがあるか考察してみましょうというふうになっていますけれども、皆さんご自身でこの実際に解析したデータを眺めながら、解釈していただければいいと思います。で、残り15分ありますので、予備としたこの TFACT-S の実習に入りたいと思うんですけれども、何かデイビッドのところでもう少し聞きたいということがあれば、何かありますでしょうか。はい。それでは、4つ目ですね。で、こちらもですね、解析にすごく時間がかかるので、資料の中にある Go というボタンはですね、
押さないでおいていただきたいんですけれども、こちらもデイビッドと同じような形で転写因子を予測できるツールです。で実験によって得られた、数十から数千の遺伝子群の転写制御因子予測ツールですね。でこちらのですね、データベース、書かれているデータベースから、得られた遺伝子リストに加えてPubMedの文献情報からですね、実際にこの TFACTS を作っている、このスタッフ独自の TFACTS 独自の遺伝子リストをベースに解析をします。で結構遺伝子の上流というか、上流の配列に結合する転写因子とかですね、配列からいろいろ予測するツールというのは結構あるんですけど、この遺伝子リストの情報からじゃあその遺伝子リストの遺伝子にを調節するような転写因子は何だというふうな解析をするっていうツールがあんまりなかったので、こういうのも紹介できたらなということで今回予備として追加しました。で、こちらも、今回の、アルコール性肝炎の患者の遺伝子リストから、解析をしたいと思います。でこの TFACTS は先ほどデイビッドではいろんな ID に対応してまして、マイクロアレイのプローブ ID をそのまま使えたんですけども、遺伝子人シンボルでしかここのツールは解析できませんので、その先ほどのリストを遺伝子シンボルに変換したリストをまた用意してありますので、こちらをですね使っていただければと思います。で、サイトをですね、この TFACTS のところをクリックしていただくとこういった画面に出ますので、エンターを押すとこの画面に出ます。もうスタート画面がマニュアルになっています。使い方ですね、どういった解析をしているのかとかですね、データのソースは何なのかというのが出てきています。で解析をするにはこの左のですね、このボックスの中のスタートデータアナリシスをクリックしますと、もうこの解析の画面に飛びます。はい、でですね、今この画面に出ました。でまずですね、データのこのカタログを選択します。このサインレスと、サインセンシティブカタログっていうのがあるんですけれども、これは何が違うかというと、このレスの方はですね、レギュレーティッドトランスクリプションファクターですね、調節する転写因子でちょっとこうざっくりした感じで、制御する調節する因子というふうな形で予測されます。でもう一つの方はアップする遺伝子とダウンする遺伝子をそれぞれアップロードすることによって、この転写因子はおそらく活性化しているとか、この転写因子は、おそらく抑制に働いているっていうふうな解析ができるツールになります。で今回この講習では最初のですね、レギュレーテッドの方を解析したいと思います。で、このモードがですね、 TFACTS ともう一つあるんですけれども、これはコピペするかそれとも ZIP ファイルでアップロードするかの違いですので、今回コピペでしますので TFACTS の方を選択してもらえればいいと思います。でインプットデータのところで遺伝子リストを入れるんですけれども、この解析の名前をこれなくても解析してもらえるんですけど、何でもいいからですね、今回は、講習会の AJAX53 というのを入れます。で先ほどの
遺伝子シンボルのリストをこちらに貼ります。でこれ GO をするともう解析が始まってしまいますので、ちょっと GO はしないでいただきたいんですけれども、私の方でデモンストレーションで前の画面で解析をしたいと思います。ただこちらも、ゲオツツ R ぐらい時間がかかりますので、あらかじめですね、解析が終わっている画面でご説明したいと思います。解析が終わりますとこの 100% というふうに画面に出まして、で各結果のですね、解析結果のリンクがこのように表示されます。でこのリザルトをですねクリックしますと、こういった画面に出ます。で一番上はですね、サブミットした遺伝子の数なんですけども、アップロードした遺伝子がこのデータベースにある遺伝子リストに、どれぐらい該当しているかということですね。データベースの中にあった遺伝子がアップロードした遺伝子の中に375個あったということです。で次このあたりはですね、もともと設定されている初期設定のパラメーターが並んでいます。でこの153ってあるんですけども、こちらが今回解析の結果出てきた、転写因子の数です。で最後の1というのもこれもパラメーターです。でこう見ていきますと、ここがですね P バリュー、 E バリュー、 Q バリューというふうに並んでまして、一番トップにですね FOXO1 というのが出てきます。でこれ下の方にずっといきます。もう全部これは今回の結果で出てきた候補の転写因子になります。でこの赤くなっている文字数字と黒くなっている文字数字は、何かと言いますと、このパラメーターを満たしているものは赤で示されます。で黒は、それを超えてしまったものになります。なのでこの辺赤いんですけど、右側のですね、この例えばランダムコントロールパーセントとかっていうのが超えてしまっているわけですね。この設定は 5% になってますので、 5% を超えているものは赤くないです。でこの辺 5% 未満で3なので赤だったりします。でこれ一番下までいくとですね、今回の結果がですね、こういったグラフに可視化されて表示されているものが見れます。でこれで、今回そのアップロードした遺伝子のリストを調整する転写因子が何なのかなというのが予測結果として、表示されます。まあ、ちょっとこれだけではわからないので、アップとダウンとですね入れて別々に解析するもう一つの解析、ちょっとこれはその結果は用意してないんですけれども、あまだ 29% しかいってないですね。すごく時間がかかります。はい、でもう一つの結果はすいません、ちょっと説明し忘れました。もう一つですね、ここにサブミティットリストっていうリンクがあるんですけども、こちらをクリックしますと
実際にアップロードした遺伝子のリストに対して、どの転写因子が、調節してますよというふうに対応する転写因子のリストとして表示されます。なのでこれは大きな意味で調節っていう大きい意味でそのダウンもアップもなく解析してますのでたくさん出てくるんですけれどもアップとダウンと分けてで実際に活性化している転写因子なのかそうではないのかというのは同じ方法で解析をしてそうするとこのジーンリストアップに別々に表示されます。すいませんちょっとその辺についての結果は今はお見せできないんですけれどもこの資料を見ながらですねやっていただければ簡単に結果が出ると思いますのでご自身で研究室に戻ってやっていただければと思います。はい、今回もその T ファクター S もちょっと実際に解析のところはですね私の方でデモンストレーションという形になってしまったんですけれどもこちらのツールについて何かご質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、講習実習の内容は以上なんですけれども私もですねこの全くこのウェブツールとか作ったことなくてもですねこういうようなツールとかですねデータベースを使って解析をするということができますのでぜひ、使っていただいて分かった通りすごく簡単なツールばかりでしかも結構面白そうなデータが出るのでこれは使わない手はないという。あとはですね、ご自身でマイクロアレイ解析をされたりとか昨日の講義でも次世代で出てきたですね遺伝子リストもこのデイビッドとか T ファクト S は遺伝子リストさえあれば解析ができますのでいろんなですね自分のご自身の研究に、利用していただければいいかなというふうに思います。